サンサノスミルスは、ネコモクネコアモク、バルボロフェリス科に属する、絶滅した、哺乳類の属。新大三期中心世に生息した。同じく中心世にはより派生的なバルボロフェリス属が、本属から派生した。サンサノスミルスは、死肢が短く、全身は筋肉質で、尾が長かった。体長は1.5メートル、体重は約80キログラムと推定されている。 1961年に古生物学者のエル・ギンスバーグにより、真の猫科のシューダエルルス属との比較から、足裏行政の動物として提唱された。なお、後のバルボロフェリス科の動物は、半足裏行政、または、半死行政と考えられている。タイプ種サンサナスマイレスポメデンズは、フランスのオルレアニアンガイトアストラシアン海で、発見された。 アルバノスミルス族は1970年代からサンサノスミルス族のジュニアシノニムとみなされていたが、ロブレスエトールはアルバノスミルス族のタイプ種エジャードニがサンサノスミルス族の種よりもバルボロフェリスに近縁で、ある年別族として扱った。ワンエトールはロブレスエトールを支持し、アルバノスミルス族をサンサノスミルス族よりもバルボロフェリス族に近縁としている。以下は、 ロブルセットあると、ワードリンへ通るに基づくクラドグラム。ありがとうございます。